登ったことのない歩道橋の上から見る景色は見たことのない景色だった。これは私の日記。誰が読むわけでも、自分で読み返すわけでもない、ただの日記。川島芳子、40代独身。恋も人生もちょっぴり後ろ向き。母親の後ろ姿に似た人の後ろに並ぶのが好き。おはようございます。寂しかったですか？大学の後輩なんです、岡本。あんたのせいで先輩とご飯食べる時間なくなったんだからね。お疲れ様です。呆れるぐらい簡単に人を好きになってしまう。白黒がちだった日常にちょっと色がついてきた気がする。同じ色、気が合うじゃん。携帯震えて、常に何かを探って探って、お酒の前の方がよっぽど素直になれる。ワイン飲んでるよしこさん見るの好きなんです。日記そう。これは日記、誰にでもある普通の日常。すいません。ほろ苦い人生にも小さな喜びは散りばめられている。甘いお酒でうがい、